こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の久保しおりさんお疲れ様でした。2023年7月5日水曜日、この時間は私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります、えー。下半期に入りました。下半期、あの、いきなりのニュースの一つですが、中野サンプラザが周辺地域の再開発のために閉館ということで、中野サンプラザの思い出たくさんあるんだけど、いろんなライブ見てるくるりとか、真心とか、まあたくさん見てるけど、 一番の思い出はね、結構ね、13、4年前に、桃黒クロと仕事した、始めたぐらいの時に、すぐになんか、えー、メンバーが一人脱退するんで、そのコンサート来てもらえませんかって言われて、初めて行ったライブが中野サンプラザの、桃黒クロの春の一大事で、早見明かりの卒業コンサートがあって、その時の、あのー、 ライブが良くて、売れろに、その翌々日ぐらいに、早見あかりさんをオファーしたのを覚えてる。だから、それが一番思い出深いかな、ももクロとの思い出深さで言うと。それすごくてさ、ももくの春の時代とその早見あかりさん、今もそうなのかもしん、どうなのかわかんないんだけどももくは。あのー、ライブが2時間、90分ぐらいかな。で、その後早見さんに卒業の MC なんだけど、それ、尺決めてねえから1時間以上あったってやってる。<laughs> で、マネージャーさんが、いや、尺を決めてなかったんだって言ってた <laughs>、っていうのがあったなそれとね、あとね、マジ歌ライブで、あのー、中野サンプラーザに行けた時も嬉しかったな。で、中野サンプラーザは渋子の月かなんかに行ったのかな。で、中野サンプラーザでやったのが、今思うと結構実験的なことだったんだけど、その頃、まだ三四郎が、 売れ始めたぐらいなのよ。ブレイクし始めたぐらいで、ゴッドタンにハマり始めたぐらいで、小宮に色々するのが面白い時期で、中野サンプラザでのマジ歌ライブが19時からあるのね。で、19時から、全く違う偽のロケをこ、三四郎で、まあ間は企画知ってんだけど、中野近辺でロケ始めるの。で、三四郎がここに中野サンプラザの前に来てくれって言われてるところまで偽ロケを進めてたら、 ヤンキーが絡んできて、コミヤを中野サンプラザに無理やり連れ込んでくると、ライブ中っていうドッキリやったことあって。<laughs> で、それ、今考えるとめちゃくちゃ大変なのよ。だって、偽ロケで、ロケが進んでると、あの、サンプラザの前でいくら待たしてても、その、小宮の出番じゃないから、日村さんとか歌ってるから、その、それをタイミング、 あの、ディレクターたちが連絡取って、まだちょっとこっち押してるんで、そっちのロケ、もたついてくださいってって、めちゃくちゃもたつきながらやってて、コミヤめちゃくちゃイライラしてた途中ぐらいで、あの、中野サンプラザーの外で中継つないだらコミヤの後ろから、あの、その頃、あの、お父さんにたまに出てくださってた、 あのー、足立区の島崎さんっていう、その、スキンヘッドの、<laughs> <laughs> めちゃくちゃ怖いルックスの人が急に、小宮 <laughs> のロケに絡んできて、<laughs> てめえ何なんだよ、つって、こっちこっちこっち来いよ、つって。で、放送事故風に予想って、ステージ上げたら、あの、それを全部見てたファンが、あの、爆笑してるっていうドッキリをって。あれ、あれん時の小宮が面白かったんだよね。ステージ上げられた瞬間に、いきなりのドッキリにして人が多すぎる、つって。<laughs> できんなぁと思ったんだよなぁ。懐かしいけど。それが結構サンプラザの思い出だけど、新しくできるビルには、約3倍の7000人収容に拡大された会場ができるらしい。7000人って言うと、実は7000人ぐらいの会場って、都内そんなにないから結構いい,い,いんだよね。うん。このライブとかにも、あのー、もうすぐアリーナに行くかさ、ドームとかに行くかとかになっちゃうから、その場所ないから、非常にいいんじゃないでしょうか。 秋には、あと虎ノ門ヒルズの最後の高層ビル、虎ノ門ヒルズステーションタワーの複合施設が開業するということで。虎ノ門ヒルズ皆さん行きますか僕は未だに緊張します。<laughs> 複雑でわかりにくくて、どのビルに行けばいいのかわからない。<laughs> トラノモンヒルズに、ま、トラノモンヒルズの2階ぐらいにさ、なんか名店がさ、あの入ったりしてるじゃん。で、そこにね、あの、予約の取れない店の支店とかが入ってんのよ。トラノモン戸高とかね。うん。で、戸高、あの、五反田の戸高って俺が昔よく通ってた居酒屋は、もうね、あの、2年待ちなんだって。でも2年待ちはも取れるわけないじゃん。で、それが、支店がトラノモンにできてて、これも半年待ちぐらいらしいんだけど、まあ、半年待ちぐらいだから待って取れたりするんだけど、その、 どのビールに入ってるのか分かんない。<laughs> 本当にトラノモヒルズってマジで。どこだか分かんなくてキョロキョロしちゃうってのと、本当にその、地下鉄の出入り口もどこと繋がってんだか分かんないし <laughs>。あともうよく考えない。分かんないけど俺もう本当にバス、もう BRT がどこに向かってんのか分かんないから。<laughs> トラノモヒルズから BRT 乗って、俺ちょっと寝て晴海で起きたりしちゃうしっていう。 わかんない。ただな、虎ノ門ヒルズとドラえもんのコラボキャラの虎ノ門だけはめちゃくちゃ可愛いん <laughs> あれだけはいつ見ても可愛いからね。<laughs> あと、麻布台ヒルズがもうすぐ開業予定で、64階建て地上330メートルのビルです。で、テレ東の割と近くにできるらしいんですけど、これ、高級ホテルアマンが手掛ける住宅が入るらしいんですよ。だからコンシェルジュとかも全部ついてて、ホテル並みの生活が送れるってことでしょ でな,んな,んかなんか、何十億なんでしょ、だ、うん、から、値段見てないから分かんないんだけどで、日本一高いビルの座を大阪の安倍のハルカスから奪還するんですっハルカスは60階建て300メートルなんだけど、こちらは330メートル、30メートルなんでね、で、これがすごいなと思ってたら、あのもう2、3年後に抜かれるんですよ、東京駅前に高さ390メートルのトーチタワーが2027年度に完成するんで,で、これが日本一の高さのビルになるっていうね。 ああ。となるとよ、もう本当やっぱ成長続けてる佐久間信之事務所が、どこに入るかって話だね <laughs>。今は本当うん。夫婦の寝室を、夫婦の寝室を改装して <laughs>、居抜きでやってますから <laughs>。夫婦の寝室を改装して、まあそこにデスクだけ大きいの入れてね、やってるんですけど、全然足りてるっていうね <laughs>。 いや、このまま行くと、いや、俺どうすんの俺、これ悩む、本当に悩んでんの。このまま行くと、今まあおかげさまで忙しいし、いろんな仕事が入ってきてるんのよ。でも、俺、自分でできてんのよ。ま、あのもう、もう慣れっこになった。ギャ,ギャラの交渉から。あとだから本当史上初じゃないあの CM の競合のオファーがあって、OK して、競合ありませんって言って、競合をまず全部自分で確認して、OK 出して、どのプレゼント落ちたかまで分かるタレントと俺だけじゃない <laughs> 普通のタレントさんって CM 決まりましたじゃん。CM 決まりましたの報告来るじゃん。落ちたの報告来ないじゃん。俺ガンガン落ちてるから。<laughs> うん。受かってる。どこで落ちたかが分かる。<laughs> 角度の高さまで分かるっていう <laughs>。そこまで分かる状態になってきたからで。これで雇わないともう雇わないのかもしれないけど。でもね、下半期も結構番組が一個作るのとかいくつかあって。それで悩んでんだよね。だ、その、でも採用。 そうなると採用するのよ。採用活動をね。制作会社にするってことだから、佐久間伸び事務所をね。さ、採用するってなるとことじゃないだって保険とかさ、そういうのもそうだし。あと、面接しなきゃいけないじゃん。面接とか怖くないうん。だから今はもう今、うん。このままだと3月まで一人でやってって。で、みんなに言われてんだけど、今一人でやれてんだったらもう大丈夫ですよって。<laughs> うん、大丈夫だろって言われてんだよなあと、下半期に楽しみにしてるエンタメがありまして、えー、TBS ゲーム事業への本格参入を発表ということで、今日発表されてたんですよね。あの、TBS がもう TBS ゲームスっていうのを作るっていう。で、これはもう、まあまあまあ、別にその、 もういろんな、日本放送ももうね、あの正直今イベント会社じゃないですか。イベント中心にやってらっしゃるじゃないですか。それは当然なのよ。あの放送収入とか、あと日本の人口とか考えるとね。で、テレビ局もご多分に漏れず、イベントとかやっていく中で、今はテレビ局はもう多分 IP を持とうってなってんだよね。うん。今までは、あの、権利持ってないものが多かったけど、権利を持っていこうってなってて、で、それの一環だと思うんだけど、コンシューマー、モバイル、PC、アーケード、 ま、カード、ボードゲームなどユーザーにとって最適な形の心揺さぶるゲーム体験を提供していくっていうね。だから本当は IP を作るってことなのね。俺そのニュースだけ聞いたとき、あ、筋肉番付のゲーム作るのかなっていう。<laughs> <laughs> また、うん、サスケあとサスケ。<laughs> あ、サスケのゲーム作るのかなっていう。<laughs> あと竹市場。<laughs> あと、オールスター感謝祭のゲームオールスター感謝祭のゲーム昔あったよね。うん。だそういうの作るのかなと思ったんだけど、それってスマホゲームってか、あれだよ、ね、もう一個前の i モードのゲームでしょだって。だテレ朝にもあったからね。あのゲーム。炎のチャレンジャーのゲーム、64だったから。イライラ棒ね。<laughs> <laughs> イライラ棒のゲームね。あと、あれもなかったっけえー、なんだったっけな。あ、そうだ。俺やってた番組もゲームになってんのよ。ピラメキーノって実は、 えーっと、DS のゲームになってるの。ドッジボールとか。うん。で、それめちゃくちゃ大変だってゲーム開発。うわ、思い出してきた。デバッグとか、あとはこの文化とかも全部チェックして、やったね。そうするとカナダのなんか画像とかもらえたりするっていうので溜まってくれ。子供たち結構買ってたな。逃走中のゲームは結構売れたって聞いた。うん。逃走中のゲームは結構ね、なんか売れたらしいよ。テレ東か、テレ、だからピラミキーのゲーム作ったの覚えてるんだけど、あと、 あのー、調子に乗ってね、昔。あの、ゴッドタンで、あの、飲み姿可愛い選手権っていうのがすごいブレイクしてた時期に、あのー、スマホゲームとか、テレ東のスマホゲームの部署、ってか、テレ東の、なんかそういうスマホゲームの部署はないんだけど、その IT の部署から、これ絶対アプリにしましょうと。バカ売れしますよって言われて。わかったっつって、半年ぐらい開発の打ち合わせして、一緒に飲める。で、なんかポイントがたまるみたいな。うん。大外しして。<laughs> うん、半年ぐらいだった <laughs>、うん、はあれは恥ずかしかったな、うん、特に当たり、本当に、うん、無風だった。<laughs> あとはだから TBS ゲームズではなると、そうなってくるとやっぱクレイジージャーニーのゲームでしょ、<laughs> クレイジージャーニーの,その丸山ゴンザレスを操るゲームでしょ、<laughs> 危険地帯に潜入するメタルギアソリッドみたいなゲームで。 それで、丸山ゴンザレスが途中で、このアラートが危険な地域になってくと、ここで引き返しましょうって言ってくるけど <laughs>。メタルギアみたいなゲーム、うん、バイオハザードみたいなゲームでもいいけど、それかあれかな、うん、アドベンチャーゲーム的な、ときメモ的なやつで、丸山ゴンザレスが、その横についてくれて、あの、ギャングとかに質問してって、うん、殺されそうになって、<laughs> 殺されるか、秘密を教えてくれるかっていう。 その楽しみだけどな冒険少年とかゲームになってそうだね。無人島とかは。ああ、どっかで会ってんのかなまあでも下半期そんなエンタメもありながら。まあ何より、あの、インディ、今インディ・ジョーズやってて、それも好きなんですけど。あとミッション・インポッシブルももうすぐ公開なんでね。あの、ミッション・インポッシブルのニュース、笑っちゃいましたね。その、一番危険なスタントを初日か二日目に撮ったんでしょトムがね。一番危険なスタントを最初に撮ったんだって。なんでかっていうと、後に撮っといて死んだら、オクラじゃんって。 最初に撮ったら、死んだら、他のスタッフも金かかんないと。だから、一番危険なのを最初にやるんだって。<laughs> それすごいよね。それ保険って言うっていう。<laughs> ね保険聞いてるでしょってトム・クルーズがインタビューで答えてたからね。<laughs> でもまあ確かにそうなんだよ。一番危険なのを最初にやって、あの、その後死なないってことだから、その、プロデューサー視点で言うとね。まあトムがプロデューサーだから。 ただやっぱ総合するとイカれてんなと思う。だってインディ・ジョーンズはめちゃくちゃ面白いんだが、あの、やっぱ見て思うのは、ちゃんと老人の話になってんのよ。あの、年を取ったインディーがどうするかの話になってんのね。でもトム・クルーズってか、ミッション・インポッシブル、死者で見た人に聞いたら、あの、40代でやってること変わんない。<laughs> だから、あの人だけ異常なんだよね。もみんな年取ったキャラクターになってんだけど、あいつだけ無茶してるから。<laughs> 楽しみですね。下半期も、えー、そういうのは楽しみだと思っております。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。お知らせです。 私、佐久間も決勝審査員を務めます参加資格25歳以下の新たなお笑い賞ーレース、アンダー r 25お笑いチャンピオンシップ決勝の MC に三四郎が決定しました。また、本大会の主題歌が同じく決勝審査員を務めるミュージシャンスカートの澤部さん、えー、書き下ろし楽曲になることが決定しましたという、で、楽曲は現在制作中です。澤部さんもほんとどのお笑いライブでもいますからね。で、笑い声がでかいから、折れた澤部さんがいるとすぐわかるって,言われてる で、現在7月9日16日に開催される2次予選、そして8月に開催される準決勝のチケットが発売中です。新たに準決勝の MC が発表され、マシンガンズ、真空ジェシカ、輝など豪華メンバーが決定しました。これさ、俺がやってるさ、アイドルのラフラフの斎藤っていうお笑いマニアでピンネタやる子がいるんだけど、1次予選突破してんだよね。ちゃんとした審査らしいから。まあでもそいつのフリップネタ面白いんだけど、1次予選突破しましたって聞いてマジで、決勝まで来たらどうしようと思ってんだけど。<laughs> その他詳しい大会ホームページ、公式ツイッターをご確認ください。続いて番組からのお知らせです。来週ゲストが来ます。極楽とんぼの加藤浩二さんとサカナクションの山口一郎さんですえー、今ですね、オーディブルオリジナルポッドキャスト、加藤浩二と山口一郎のとんぼと魚プロデュース by 坂村伸之っていうのをやっておりまして、それの告知も兼ねてということで、豪華な二人がしかも生で来てくださるということで、 加藤さん2回目の登場ですっきり前に来てくれました。その時喫煙所で、まあサブサッカーのヒロシが加藤さんに何とか挨拶しなきゃ。ドキドキしながら喫煙所でタバコ吸る加藤さんの横に、あの、どうもヒロあの、いやサブサッカーやらせてもらってます、ヒロシですって挨拶したら、声が細すぎて加藤さんに、なんてって聞かれて。<laughs> でもこれもヒロシの伝聞だから、多分加藤さんはなんてって言ったんだけど、ヒロシには、 アンテって聞こえたんだろうね。<laughs> で、大きな声で聞こえ、声がされて、それから喋れなくなったっ。<laughs> 今回、ヒロシの喫煙所チャレンジっていうのもまたありますから、ね。<laughs> 山口さんとは、実は、3年前ぐらいかな。その、知り合いの、その、電通の戦争を尊敬するクリエターのサー・マットさんっていう人に紹介されて、山口さんと、俳優の妻吹さんと、俺と、4人で飲んだことあって、 まあそれも多分その、山口さんもインスタに上げてたから別にいいと思うんだけど、そのメンバーで飲んだ時に山口さん、山口さん喋るんだよね。ほんとラジオもね、面白いからあの人ね。その喋り面白いからすごい楽しみにしております。ということで来週加藤さんと山口一郎さん来てくれます。さあメール募集しましょう。今日のテーマは、2023年下半期に期待していることです。エンタメ、世間の動き、身の回りの話何でも結構です。 皆さんが期待していることを教えてください。受付メールアドレスは、サクマ・アット・マーク・オールナイトニッポンドットコム。サクマ・アット・マーク・オールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーから抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。住所と本名をお忘れなく。 さて、この番組はライブ配信アプリのハクナでも、東京都千代田区有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。ハクナのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロ、ぜひ、ハクナでもお楽しみください。ということで、佐久間信行のオールナイト日本ゼロ、ぜひ最後までお付き合いください。ここで一曲、ザ・イエローモンキーで太陽が燃え、 佐久間です。この時間は佐久間伸之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メール来てます。愛知県ラジオネームエッグボード。筋肉番付のゲームですが、24弾が世界記録のモンスターボックスの100弾バージョンに挑戦できました。<laughs> <laughs> 僕が持っていたゲームボーイアドバンスは100弾のモンスターボックスを攻略するために AB ボタンが陥没しました。<laughs> そうか、同時押しなのそれともあれか助走か。ダバー、ドンってやつか。あー、なるほど。<laughs> ゲームボーイアドバンスの AB ボタン死んだらだってもうたあの、コンシューマーってか家のやつだったら別に取り替えれゃいいけどね。もうそしもう終わりじゃん、だって。<laughs> えー、ラジオネームミニチュアダックス奮闘。丸山ゴンザレスのゲームでは、現地の人に出された怪しい謎のスープをボタン連打で飲み干すミニゲームがあると思います。<laughs> ああ、でも、丸山ゴンザレスのゲームで、意外にメキシコとか、そっち行って、あれみたいのもいいよね。そのー、 えー、龍が如くみたいな。最終的に現地で、そのキャバから経営したり。<laughs> そう、ファークライね。ファークライねファークライいいじゃん。ファークライみたいに、麻薬かれてると <laughs>、麻薬かれてる側に行ってもいいし。ああ、ファークライの丸山ゴンザレスバージョンは別にちょっと見たい、やりたいな。てかそれ、丸山ゴンザレスのゲームじゃないけど、クレイジージャーニーよね。クレイジージャーニー。あ、じゃクレイジージャーニーの名物キャラクターに、プレイヤーチェンジできてきゃいいよね。 うん。あのー、なに、山岳写真家とかさ、そういう、<laughs> そういう人たちとかに、プ <laughs> レイヤーチェンジじゃん。うん。機械、機械遺産の人とかに。うん。<laughs> で、何クリアすんだよ、それで。麻薬か,かれてる撲滅すんの <laughs> <laughs> てか、それだったら、ファークラやれや、じゃあ。新潟県ラジオネーム、無口なライオンズファン。 逃走中のゲームはやっていて周りでも流行っていました。ああ、やっぱりそうなんだ。ただ、この場所にこの姿勢で隠れると、ハンターに見つかっても確保されることがない、みたいなバグがあり、友達はそれで賞金を荒稼ぎしていました。うわ、全然面白くないじゃん。<laughs> <laughs> えー、千葉県ラジオネームハウススタジオ。僕は 3DS の逃走中をやっていたんですが、建物の反対側からでもハンターに見つかり、追いかけてきました。<laughs> <laughs> そっかそっか。 もうその、ま、ああれみたいなことハンターハンターの縁みたいなこと <laughs> センサーで見つかっちゃったことね。それはちょっとその、プログラミングが甘すぎねえか <laughs> えー、ラジオネームのみさん。テレビからのゲームといえば僕にとって電波少年です。あー、あったね楽しみにして買ったら謎のミニゲーム集で片透かしにあった記憶があります。<laughs> わ、そうだ、電波少年のゲームってクソゲーだった記憶があるなあーちょっとそんな記憶があるわ。 あ、懐かしいな、その、テレビ番組のゲーム大体クソゲーっていう。<laughs> <laughs> あ、そういうのがあるんですね。あのー、ちょっと前に、一緒に番組やってた制作会社のプロデューサーのさんの方から、プロデューサーから僕より年上のね、佐ンさんご飯食べませんかって誘われてて、で、何回かお誘いいただいてるんですけど、スケジュールが合わなかったのね。で、その方は、その、随分前に、 まあ、その、青春高校とか、そういう番組を一緒にやってたプロデューサーで、あの、グルメ、めちゃくちゃグルメな人なのよ。で、美味しいお店を、だから予約取れないお店を2ヶ月先とか半年先とか予約してる方なのね。で、誘ってくれるの。この日、こういう店は取れてるんですけど。でも、逆にそうすると、その日しかない。俺の予定に合わない。店の予約取れた日を誘うから。だから、ほとんど時間が合わなくて、ご飯食べましょうって言われてたけど、1年間ぐらいスケジュールに合わなかった。 で、そんなプロデューサーさんから、そのグルメのプロデューサーさんから、佐久間さん美味しい、あのー、お寿司屋さんの予約が取れてるんですけど、この日行けませんかって言われて、それがまあまあ、その、夜8時過ぎぐらいだったから、8時15分って言われたの。で、それだったら仕事調整すれば、その時間ね、終わるかもしんない。でもまあ、どうだろうな、とかって思ってたら、調整できればなんですけど、って言ったら、ここのお店ここなんですけど、って言われて、その、銀座のお寿司屋さんで、 あ、その店名を見て、うわ、これ行ってみたかったっていうか、行、行かなきゃいけないと思ってたお店だったの。それはどういうことかっていうと、昔、テレトの偉い人とか会社の偉い人に、まあ、その、連れて行っていただいたお寿司屋さんがあって、で、そこのお寿司屋さんで働いてらっしゃった若い方というか、あの、2番手か3番手ぐらいの方が、あのー、もうすぐお店持ちたいんですみたいなこと話されてて、で、しかも、その、地元が一緒だったの俺ね。 で、それで、福島なんですって言って、ああ、そうなんですか。じゃあ、その、お店持たれたら行きたいですって言って盛り上がっちゃった方が独立して作ったお店だったの。で、その、でも、あっという間に人気店になったし、俺別にその人と連絡先なんて交換してないから、別に単純に予約が取れなかったから行けなかったっていうのもあるし、まあまあ、高いしなと思って、なかなかの二の足を踏んでたっていうのもあって、って思ってたんだけど、でもまあ、あの時頑張ってくださいみたいなこと言っちゃったから、 それはその、どっかで行かないとなと思ってたんだけど、そのお店だったのよ。そのプロデューサーさんが誘われたのが。あ、これはもう縁だし、い、ね、行かなきゃなって、ここの機会逃すともう行かないしってまあ、あと、まあね、約束したしって思ってで、20時15分ですって言われたの。で、ってことは、そういう人気のあるお店は、まあ、最近の東京の人気のあるお店って、だいたい1回転目とか2回転目とかになるじゃない。で、20時15分ってことは2回転目だなと思って、 まあまあ、そこだったらまあ行けるかもしれませんって言ってて、なんとかその前後の仕事を調整して開けたんだけど、<laughs> 当日が、その前がロケだったんだけど、雨で結構押してきちゃって、ロケの終了がギリギリ20時だったの。で、銀座まで15分か20分くらいかかる場所だったからやーばーと思って、20時15分集合じゃなくて20時15分コーススタートだから、 ご迷惑をおかけするからと思って、できるだけ急いで、で、タクシーに乗ったんだけど、銀座ってほらタクシー降りられないところとか入れないところとかあるじゃん、車。だから途中から車降りて、で、走って、行って、で、そこの店が2階か3階だったんだけど、階段上がって、でもそしたらもう行ったら26分とかね、17分とかで2分遅れぐらいで、うわーと思ったから、もう本当にギリギリだから、ガラーって開けて、あ、すいません、遅れました。 すいません、すいませんって言って、頭下げて、開けたの、顔をね。すいません、すいませんって言った。それカウンター満席だったのね。うわ、俺最後じゃんと思って。いやー、まあ、ていうか、そらそうだ、遅れてんだからと思って。うわ、すいません、すいませんって言って、すいません、すいませんって頭下げながら、す、空いてる場所、探したのね。座ろうと思って。そてどの席も空いてないのよ。<laughs> わかるすいません、すいませんって頭下げながら座る場所を探そうと思って、その、ちょっとカウンターをぐるっと歩ったの。ぐるっと歩ったんだけど、どこも空いてないから元に戻ったのよ。<laughs> うん、ただ歩っただけ、カウンターの周りを。<laughs> さてってなって、空いてる場所がないと思って <laughs> ね俺その時思ったの。個室なのかなうん、ね。個室の予約してくれたのかなっていう。あのー、 あ、私も最近、松本中井とか出ましたんで、<laughs> 気を使って個室にしていただいたのかないや、そんな立場じゃないんですけどと思って、あ、すいません、個室はどこですかって言われたの。言ったのよ、そしたら。大将が、めちゃくちゃ怖いかってか、一回話したことあるよ、大将なの。はみたいな顔してて。いや、うち個室はありませんけどって,て。え <laughs> <laughs>、あれと思って。え、カウンター全部埋まってると。で、そもそも、俺を誘ってくれたプロデューサー、いない。<laughs> いないんだよ。あれ,あれと思って。えと思って。で、周りを見、見て、お客さん見てると、みんな、えって顔してんの、ね、よ。で、よく見ると、しかもそのカウンターの奥に、名前はご存知あげない。けど、その時はね、存じ上げなかったけど、多分芸能事務所の、結構な芸能事務所の社長に近い偉い方が座ってたんですよ。うん。で、こっち側見ると、 あれ俺ちょっとなんか取材で見たことあるドラマのプロデューサーみたいな顔しちゃって。<laughs> 業界の偉い人が食べてんの。そこに、俺があ、どうもどうもすいませんすいませんって、入ってきて、で、<laughs> 椅子がないっつって、椅子がないのに、どうもどうもっつって、椅子がないっつって、個室ありますかうち個室ありませんみたいな。<laughs> もう最悪のムーブしてんの。で、しかも、その対象が、 めちゃくちゃ、なんか、なんつったの驚いてるっていうか、え、嘘でしょみたいな顔してんので、なんか、すごい深刻に驚いてる。で、その隣にいる、お弟子さんみたいな方。もう、俺のことすげえ凝視してんの。いや、もう、睨んでるに近い感じ。で、まあまあ、まず、空気壊してるじゃん。<laughs> <laughs> よくわかんない。184のさ、どうもどうもみたいなやつが入ってきて、遅れてすいませんみたいな、席が,がないんだから。で、 これ、どうちうんだろうな。どうなんだろう。まあまあ、その大将は、俺のこと覚えてたのかどうかもわかんない。とからありながら、その、でもまあ空気壊してるから申し訳ないと思ったんだけど、まず頭に浮かんだのは日付間違えたのかな俺ね。うんで。日付間違えたなと思って、で、一応そのプロデューサーさんの名前も出してみようと思って、その、まあ、ホニャララって制作会社の、まあ、佐藤さんだったら佐藤さんって言ったのよ。 言ったら、いや、この時間、こう予約は入ってないですね、みたいなこと言われて。うーわ、やっぱ間違えた、と思って。で、いや、これ、と思った時に、カウンターを見たのね、もう一回。あの、その申し訳ないっていうついでに。そしたら、そこにワインが置いてあったと。で、ワインが空いてて、よく見ると半分ぐらい減ったと。で、お寿司屋さんってさ、一回ずつ出るから、 途中なのかどうか分かんないから、俺は全員この時に集まったお客さんだと思ってたんだけど、ワインを見る限りは半分減ってるから、これまだ一巡目のお客さんなんじゃないかと。うん。要は、その、6時とかからご飯食べてらっしゃる方が。で、よく見ると、その芸能事務所の社長っぽい方とかみんな、顔少し赤いなと思ったの。あ、これは、時間が違うんじゃないかと思って、その、 この LINE 見返そうかなと思ったんだけど、もうとにかく結構食事の場所の空気壊してるから、<laughs> すぐ聞いて、それだけ聞いて、すぐいなくなった方がいいかなと思って、あの、20時15分の予約じゃないですかねって聞いて言ったら、大将が、あ、いよいよ、うち、あの、あ、そうなんですねって言って大将見たら、あ、ほにャららさん20時45分ですと。うち45分スタートですよね、その、次のお客さん。だから、やっぱり1回転目のお客さんたちがお寿司食べてたの。 だからもうほんと最悪だよね。めちゃくちゃお寿司食べてさ、盛り上がって酔っ払ってさ、そろそろ締めですよ、みたいな。お椀が出ますよ、みたいなところで。大男が入ってきて、どうもどうもどうも。<laughs> ど,うもどうもどうもどうもって。なったのよ。だからもう本当に申し訳ないなと思って。で、店主、大,大将もお弟子さんも俺のことに睨んでるしさ。本当に申し訳ありませんって言って。すいませんすいませんって言ったら、その、 芸能事務所の社長の方は、多分俺のこと知っててくださった。いやいやいや、気にしなくていいですよ。あ、知ってますよ、みたいなこと言ってくれて。うわ、申し訳ないです、みたいな。で、さっき名前出した、その、ほにゃららさん制作会社のほにゃらさん。俺仕事したことありますよ、みたいな。気さくに言ってくれるのに酔ってたのもあって。でも、まあ、それはもうほんと心の中で、いや、ここで、あの、俺に気遣ってトークしなくていいから俺、立ち去りたいから。<laughs> とにかくみっともないから、立ち去りたいからって言って、まあですいませんでした。じゃあ、30分後また来ますって言って、店出たのよ。 で、店出て、うわ、最悪だなっていうのと、あと、にしてもあの天大将とお弟子さんの態度何だったんだろうなと思って。なんか、思い返すと、俺のことめちゃくちゃ睨んだ後、その芸能プロの社長のことをチラチラ見すんで、思い返すとその芸能プロの社長は、その大将が何回か見返したら、いやいや、俺知らないよって言った。いや、うん、まあね。そゃそうだよね。知らないよっていう。うん。で、めちゃくちゃ睨んだよ。なんか、 対象何だったんだろうあれと思って。まあ、とにかくみっともないことしたと思って、30分何時間潰そうと思ったの。で、そしたら、もう30分って銀座のその4時間にさ、なんか自我づぶそくもねえなと思ったときに、前ロケあった銭湯があるなと思って、もうとりあえず一回も、もう洗い流したい気持ちを。<laughs> <laughs> と思って調べて、銭湯に向かうためにスマホ開いたときに、あ、そういや、念のため、 俺時間間違えちゃってご迷惑をおかけしちゃったから、そのプロデューサーに LINE 送っといた方がいいだろうと思って。こんなことがあって、あの、ちょっと迷惑かけちゃいましたと思って開いたの。開いたらそのプロデューサーからの LINE に8時15分集合でって書いてあったのよ。だからそのプロデューサーが間違えたのね。俺に送る LINE だけ。まあ、それで別にそのプロデューサーに送るつもりはないけど、まあ、しょうがねえや、これよ。これは俺悪くないわ、と。ってことは30分後そのお店に行った時にその話して、申し訳ないですって言おうと思って、 別にまあこれは俺もじゃあ俺が悪、俺も悪くないし、俺が別に怒ってはないから、別にいいじゃんと思って、で、お風呂、銭湯行って、銭湯でも気持ちは一回リセットして、うん、あの大将怒ってたから本当に、その謝んないとなと思いながら、その45分にもう一回行ったのね。そのお店に。で、お店45分に行ったら、45分ちょい前に行ったら、やっぱみんな綺麗にね、あのお客さんいて、一席ありましたよちゃんと。俺の席や。 端っこにどうもどうもどうもって <laughs> どうもどうもどうもって座って <laughs> そしたらお隣にの誘ってくださったプロデューサーがいらっしゃったからそのホニャララさんとあのー、ちょっとねっていうあのー、ですまず大将にさっき申し訳ないですいませんでしたって思って「いや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 」ってこれどうしたんですかって いや、15分に来ちゃったんですよ。って言ったら、そのプロデューサーが、ええー、なんで、そんなことしちゃったんですかって言うから、いや、もう、それはもうさすがに言おうと思って、LINE 見て、お前だよ、って <laughs> お前、あんたが、15分と送ったから俺も15分だと思ったんですよ、って言ったら、それ、申し訳ありません、みたいな。いやいや、全然いいんですけど、って言って。だから、でも、ちょっと変なく、マジで変な曲を言けあの、後で調べたら、結構、ほにゃららって芸能事務所の社長がいて、その人の多分開いてた演席を俺台無しにしちゃいましたよ。<laughs> えあの事務所のみたいなことになって、そしたら、今度大将があ、佐久間さんですよねって言われて、あ、その、つい来てくれたんですねって、前、あのー、お店に来た時から、あ、覚えてらっしゃったんだと思って。じゃあなんであんなに選んでたのかあったのかなと思ってたら、その大将が、なんか僕変じゃなかったですかって、変ですいませんって言うから、え、何がですかじゃあその,その態度変じゃなかったですかって言われて、 あの、まあ、確かに、俺は気になってたけど、でもあれは、その、ご迷惑をおかけしたから、お客さんにね、まず一番変なのは俺だから。<laughs> その、俺、店壊すんじゃないよってつもりでそういう態度だったんじゃないですかって思って、いや、こっちこそ本当に申し訳ないです。いや、あれ違うんです。事情がありまして、って,って。で、佐久間さん同居じゃないですか。で、前来ていただいた。誰々さんとか偉い方と来た時に。で、その時にお店やったら行きたいですねってなったじゃないですか。それを、 その、俺、嬉しくて、まあ、その、弟子とかに話したことがあったら、ここにいる、その、弟子、お弟子さんが、その、めちゃくちゃなラジオリスナーで、特に、オードリーと佐久間信之のリスナーで、東京に出てきた理由が、その二人に、二組に会いたいからって言う人だったんだって。で、それを、その、えー、大将に言ったら、大将が、よ、久間さん来たことあるし、独立したら来たいって言ってたから、来てくれるよ、多分と。 そのうちって言ってたんだけど、俺一個に行ってないから、<laughs> 大将に、いつ来るんですか、佐久間さんって。<laughs> その、詰められてたんだって。<laughs> そしたら、その、ま、芸能プロの、ま、お偉い社長さんが、来てた時の、一番握り終わって、一段落ついた瞬間に、ガラガラっつって俺が現れたから、うわ、やってくれたよ。何々社長。 サプライズかましてきたよと思って。粋 <laughs> だねー <laughs> と思って <laughs>。で、その、嬉しいっていう、その、サプライズありがとうございますっていうので、芸能者、プロの社長にチラチラ見てたんだって、その、えネタバラシしてくださいよってって。<laughs> で、その、お弟子さんも、ありがとうございます、ホニャララさんって顔で。佐久間さん、ここで、なんか、もう荷物持ってるし。 花束みたいの持ってんじゃないのくらいの感じで、ついに佐久間をサプライズ呼んでくれたと思って、早く紹介してください。紹介してください、ほにゃららさんっていう感じで、手止めてたら社長が、いや、俺知らないよって言ったら、え、じゃあなんでこいつ来たの急にっていうので、その変なタイト取っちゃったんですって言われて、ああ、そっかそっかっていうので、だったら俺もうちょっと堂々としろよって、だから憧れの人ってお弟子さんがね、言ってたのよ。 俺さ、20時45分に来てれば、しっかり来てれば、どうもどうも憧れの作末でやれたのよ。俺、最初の登場、どうもどうも、すみません、遅れて遅れて、俺の席がないってやっちゃってるから、その、無様な姿 <laughs>、個室どこですか <laughs> 俺、だからマジで、俺に憧れて上京したっていう若者の前で <laughs>、キョロキョロして個室どこですかおじさんやっちゃってるから。もう無理よ、その、憧れなんて、お弟子さんも半笑いだし。 もう、憧れムーブなんてもう、まあ、どうもどうも個室おじさんだったからさ、<laughs> っていうのがあって、それでもう、じゃあもうその、もう、もうチャラになっちゃいました。いや、まあまあでも来てくださったのありがたいです、みたいなことを言って、まあご、まあ、ご飯食べて、まあ、おい、おいしいです、つって最後に、その、まあさ、せっかくだからっつっ、つそのお弟子さんとね、あの、お写真撮りましょう、つってお写真撮るときに、そのお弟子さんから、その、さまとオードリーさん連れてくることってできるんですかって言われて、 お前俺のファンじゃねえな。俺の後に見てるオードリーのファンだなって。<laughs> <laughs> おそれは違うからなって。<laughs> ラジオチャンピオン、東京都、吉尾はお人よし。あなたが言いましたおなら、僕がしたってことにしてくれませんか、選手権。<laughs> シンプルだけど、面白えな。 気持ち悪いです。佐久, <laughs> 佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メール来ております。ラジオネームお持ち。先ほどのフリートークでの寿司屋で2回転って何ですかゆっくり回る回転寿司屋さんとかですかあ、<笑><笑>いごめんごめん。あー、俺の説明が足りなかったかもしれない。いやでも分かってもらえたと思うんだよ。大体大半の人は分かったんじゃないだって20時15分と20分で言ってんだから。君だけ分かんなかったのかな ゆ、二回転ってさ、その、逆にめちゃくちゃ早くない <laughs> 食べるまで二回転しなきゃいけないでしょだ一回転目は内側にあるから届かないでしょ <laughs> そんな回転寿司ある <laughs> 違います、その、寿司屋だけじゃないんですよ。その、予約が取れないお店って我々も東京いろんなお店あるけど、一斉スタートの方がね、あのー、お客さん入れられるっていうことで、6時スタートと20時半スタートとかってあるわけですよ。 えー、ラジオネームボール、筋肉番付のゲームを知らなかったので調べてみたら、正式名称が、マッスルチャンピオン、筋肉刀の決戦というもので、タイトルから漂うクソ芸衆で、鼻が曲がりそうになりました。うーわ、つまんのそう。<laughs> マッスルチャンピオン、筋肉刀の決戦 <laughs> <laughs> あー。ああ。 えー、東京都ラジオネーム、ナノキュー僕が昔やっていたゲームは DS から出たクイズヘキサゴンのゲームです。そこそこに面白かったんですが、ムカデ競争の時、キャラたちが全員カメラ目線で進むため、気持ち悪くてやめました。<laughs> え、ヘキサゴンってムカデ競争みたいなのんだ。クイズがベースじゃないのあの、どん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 降りていく、協力するクイズみたいなやつ。でもさ、ヘキサゴンのクイズって何なのだってあれ、おバカ回答が面白いわけでしょキャラクターに書けるってことそれとも自分で答えていったらバカじゃないじゃんね。 おお、ちょ、っと興味あるけどな。ええ続きまして、ラジオネーム、ピーマンの箱詰め。私が下半期期待していることは、バスケのワールドカップです。私は毎日3試合見るくらい NBA が好きで、NBA のスター選手を日本で生で見れるのが今からとても楽しみです。うわ、そうだね。また今年の日本代表は、歴代最強と言われており、日本のバスケが、競合国にどれくらい通用するのか、ワクワクが止まりません。確かに。確かにそうだわ。 しかも、もう日本テレビがさ、ラグビーのワールドカップと同じぐらい盛り上げるつもり、気持ち満々だもんね。先週も行列かなんかにもう馬場選手とか出てたからな。だからもう徐々にこう準備してん。八村選手だけ結合する。まあでもそれはしょうがないよね。一番大事な時期だしね。うん。っていうのもありながら、ワールドカップかは確かに楽しみだな。えー、宮城県ラジオネーム、ヤギ座 僕が下半期楽しみなことは、実家がある秋田県の JR に最近導入されたスイカです。秋田県民は今までのわざわざ紙の券を購入する苦労から解放され、とても湧いています。<laughs> へーえ。え秋田県の JR に最近導入されたってことへえ。僕も次実家に帰った際、スイカを使って革命を感じてこようと思います。<laughs> へえ。 え、福島は全部スイカだったて。もう10年ぐらい前から多分そうだと思うけどな。うん。うん、やっとなんだ。そんなことあるんだね。えー、え。じゃあまだスイカが導入されてない権限って結構あんのえ、ちょっとわかんねえな。今までロケで行ったところとかで、やっぱり無人駅とかじゃない。 限りは。もしもう分かったら教えてください。そのスイカ、スイカのなんか到達度合いを知りたいんでね。無人駅は多いからあれだけど。うん。へえー。え、続きまして。えー、ラジオネーム、えっちゃん。 これからの夏本番に向けてユニクロのエアリズムパンツを大量購入しました。この番組でちょくちょく話題になっている玉ンベビーパウダーと併用することで最高の夏にします。これはそうですね。私はもう今やってますからね。朝起きて長い会議になりそうだなって時はまずベビーパウダー始めてますからね。<laughs> ただ一個、ちょっとこの間、これまあでも言うかどうか悩んだんだけど、気づいたことがあって、その俺無意識に、あの、 玉金用とそうじゃない用のパフを用意してたの。わかるうん。他のところでパフを使うわけじゃん。で、俺玉金用とそうじゃない用のパフを用意してて使い分けてるつもりだったんだけど、玉金につけたものでつけてるわけじゃん。 でも、使ってるわけじゃん。だから、俺は、それじゃない用のパフを使ってんだけど、同じことだったってのを、今日俺、めちゃくちゃ、俺は玉金用と首用のパフを両方別に使い、パフだけ分けてたんだけど、パフだけ分けても意味がないっていう。<laughs> なんで俺、パフだけ分けてたんだろうっていう。めちゃくちゃ、俺、ほんと恥ずかしくなって、クソバカだなと思ったんだよ。玉金用と、 そうじゃないようなパウダーを両方二つ用意しとかなきゃいけなかったのに、俺はなぜかケチって、パフだけ使い分けて俺使い分けてるぜってなってたんだけど、だから俺玉木にやってるやつで首求められてた <laughs> 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 まあまあ、ちょっと言うか悩んだんですけどね。今日発覚したんでショックだったんですよ。ラジオネーム頑張るくん、僕も佐久間さんのファンなんですけど、秋田の実家でやってる居酒屋に、ハイド連れてこれますか あー何とかして <laughs> 俺の番だから <laughs> <laughs> ああそうですかああまあねその店が分かったらいつかねいつか連れて行けるんだったらね <laughs> <laughs> えと、ー、いうことでここで一曲「<laughs> ハンブレッターズ」でまたね佐久間信行です最近面白かったエンタメは漫画「氷の城壁」です佐久間信之のオールナイト日本ゼロ テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間信びゆきのオールナイト日本ゼロをお送りしています。氷の城壁っていうのは、あの、正反対の君と僕っていう今ジャンププラスでやってる素晴らしい漫画がありまして、その、まあ、作者の方、アガサー紅茶さんが、縦読み漫画、ネット上の縦読み漫画で、LINE 漫画とか、そういうところで連載してた、いろんなところで読めるのかなあの漫画でもう完結してんのよ。で、完結してて、その人と接するのが苦手で他人との間を、で壁を作っちゃう。だからその氷の城壁っていう、 ま、そのし、まあ、高校生の女の子を中心としたストーリーなんだけど、なんか、珍しくなんかこう、なんつうの、ね、内政っていうかさ、コミュニケーションと内政とか心のモヤモヤと向き合っていくみたいな話で素晴らしい漫画なんですけど、あの、縦の漫画だから、あの、こう単行本化されにくいかなと思ったら、この度、あの、全巻、あの、横に全部作り直して、 単行本化するっていうのようになってすげえ嬉しいなと思ったら、なんか帯書いてくださいって俺言われて、帯書いたんですけど、あの、今1、2巻だけ出てて、多分いろんな書店でもう今フェアやってんじゃないかな。なんだけど、すげえおすすめです。最後まで読むと。おすすめです。えー、メール来てます。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。スイカが5月27日に青森と秋田に導入されたことにより、今 IC カードが使えないのが、高知、愛媛、徳島だけになったそうです。えぇ、ー JR 四国は設備が高額なため拡大するかは検討中だそうです。あ、そうなんだ。知らないことあるな。高知、愛媛、徳島は IC カード使えないんだ。東京っていつ ?20 年ぐらいもう、俺大学で出てきた時ってもう使えたような気がするけどな。もうちょっと薄い記憶だけど。ああ、だから、そうなんだって感じだね。知らないことたくさんあるな。 えー、ラジオネームパソナリッキー。地元の愛媛県松山市の JR 松山駅には自動改札機すら上,上陸してません。えい、ー、まだに駅員さんに手渡しするスタイルを貫く幻の駅で、一部のファンから人気です。ああ、逆にも希少性があるからか。でもさー、もうほんと今でもなると信じられないんだけど、切符し、俺は東京にさ、10代いなかったからわかんないんだけど、 新宿駅とか切ってたってことそのカチカチカチでやってたってことその自動改札機が導入されるまでは。ちょっと俺たちの年次はわかんないか。腕パンパンになんないあのー、何なに、バキのハンマーみたいな、その腕になってんじゃないのみんな右が。右だけ。そんなことないの <laughs> う確認しなきゃいけないんだぜう。それでカチカチやってたぜ。そんなになってたのどうなってんだろうあ えー、続きまして、ラジオネームカワウソ。あまり自分を責めないでください。佐久間さんはバカなんかじゃありません。シンプルに首元玉金男です <laughs>。<laughs> <laughs> 首元玉金ベビーパウダー男ね。そっちがやだなそっちの方がよ。だよ。本当にショックだったからね、ベビーパウダーもう一個買う。<laughs> そうね。いやってるから、玉金で使ったものは玉金だけにした方がいいっていうだけなんだけど。 えー、では明治とのコラボコーナーに参りましょう企画書はプの楽しみ方を発信しているということでこのコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから一行の企画書にして送ってもらいます今回のテーマは七夕です 1>, え1枚目です「滋賀県春はあけぼの僕はのけもの彦星が集合場所の天の川のそばをうろうろしている姿を見て蛙化現象を起こす JK オリ折メ <laughs> やべえんでこいつ好きになったんだろう <laughs> 1年に一度なのに1年に一度だけでも蛙化現象すんのまあでもあれなのか1年間ずーっと立ってるからその思いが募った分の幻想でうわなんかダサーってなっ なっちゃうんだね。帰るか傾斜をね。<laughs> えー、島根県ラジオネーム、藤原元マブラ参戦。前の年の7月8日から、お互いが別々の場所で毎日自撮りし、7月7日が近づくにつれて、どんどんお互いの撮影場所が近づいていき、7月7日にとうとう同じ場所でツーショットを撮るまでを20秒ほどの早回しにして流す。織姫と彦星のバズりそうなショート動画、うーわー、バズりそう。BGM バウンディで。<laughs> <laughs> バウンディーかあいみょんでバズりそうだなこれはああ、えー、<laughs> そろそろ会いますって言って会う瞬間は見せないね <laughs> えー、静岡県ラジオネーム子猫が家にやってきた学校給食の七夕メニューでこれどこが七夕なんだと皆から思われるも断面図が星という要素のみで毎年勝負しているオクラ <laughs> ああ、ほんとだな確かになオクラ、毎回星のところに勝負させられてるもんね。<laughs> ああこの間、おどおどハラハラっていう特番やったんだけど、その時も、その、星を表現するところにオクラでなんとかしェフか <laughs>。賛否両論の笠原さんがやってたよ。うん、確かに。茨城県ラジオネーム、ハンサムゴリラ。この日だけは、天野川くんと呼ぶウドスズキ、うど鈴木。 バカだなななそんなにウドさんにさくかなあああでも呼ぶかああ天野くん「いや天野が空くんで呼ぶね」っていう <laughs> キャインさんの漫才でありそうだけどな <laughs> 京都府ラジオネーム「オポチュニティ笑ってこらえて」のゲストとして登場したがスペシャルゲストクイズで「他の女作って遊んでそう」と言われた上にそれを聞いた滝沢カレンに一発で正解され機嫌を悪くして登場する彦星。<laughs> あるよなーわらかわらのゲストクイズの失礼な登録使って当てられるやつ。ああ、面白いですね。えー、沖縄県ラジオネーム、背中にはいつも幸せのポップコーン。短冊に適当な願い事を書くことを防ぐため、短冊を書いた人にコメントを求める、ザ・セコン、ザ・セカンドのスタッフ。<laughs> 良さがなくなるけどな。うん、適当な願い事が短冊のいいやつだからな。短冊あったらだってまともなやつより探すじゃん。うん、しょうもねえのねえかなって探すからな。こう <laughs>、はあ、この運営はダメですね。はあ、えー、でもザ・セカンドのさ、ひよきくんのブログとかさ、未だに読むとさ、なんか、 いいよね。あの、いろんなこだわりが他にもあって、なんか BGM をわざと同じにいろんな出林にしようかとしたらしいんだけど、そうすると BGM のかっこよさで最初に勝点ついちゃってるかもしんないじゃん。だからやめて、全部とかって言ってた音楽とかね、こだわりがあるみたいなのも書いてあったよ。えー、千葉県ラジオネームアステロッサ。課金しないと600枚までしか短冊をかけられないことになってしまったが、そもそもよっぽどじゃないと600枚まで短冊をかけないので、特に問題はない。 イーロン・マササ。<laughs> 全然上手くねいマササ。マササ。<laughs> ササ <laughs> 全然上手くないけど、まあ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 、API 制限ね。API 制限があって、うん。本当に評判悪かったんだろうね。今日なんかイーロン・マスク言い訳してたよね。<laughs> ああ、面白いな、イーロン・マスクのやること。ラジオネームソウルパワー。七夕はマザファカーと発言が似てるから好きと答えるノイルギャラが。 クソバカだな。あ,あ、ん。七夕、マザファカ。<laughs> そうするともう四文字のものをほぼ好きなんだよ。マザファカに似てるからね。<laughs> マラサダが一番好きだろって。どう考えたって。マザファカに似てるから。<laughs> えー、埼玉県ラジオネーム、テントウムシ。 これは二人の物語。怠惰な生活によって一年に一回しか会えなくなった伝説の物語。しかし断っておくが友情物語ではないし、サクセスストーリーでもない。そして、ほとんどの人において全く参考にはならない。ベガ、情熱はあるタイル。うわはうまい。うまいねーベガ、情熱はあるタイル。<laughs> うまいなぁ。綺麗だなー <laughs> えーラジオネーム広まり。七夕の日を7月7日は七のぞろめで縁起がいいというパチンカーを横目に、本当に暑いのは海物語の主人公マリンちゃんの誕生日である8月1日と信じて自宅待機するハードパチンカー。なんだハードパチンカーって。ハードパチンカ <laughs> ー,ンカっ,て <laughs> ーンカってなんだよ。7月7日行かないの。<laughs> 8月1日に行くから、って別に行くだろ、お前全部。<laughs> なんだ、ハードパチンカって。<laughs> えっと、たまに来るパチンコオカルトね。ということで、今週は以上。えー、どれにしようかな。どれもすごい良かったですね。バズりそうなショート動画も良かったんですけど、まあ、今回はこれ以上かな。えー、今週のベスト企画メールは、ベガ、情熱はあるタイル。埼玉県ラジオネーム、テントウムシにお送りします。 えこのベスト企画を使用した明治とのコラボツイッターキャンペーンも行っております詳しくは番組ツイッターをご確認くださいコーナー内でおラジオチャンピオン群馬県ラジオネームストレンジラブ陶芸家なのにウォレットチェーンつけてるの選手権 <laughs> ちょっと面白い、ね、ビジュアルが佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」 テレビプロデューサーの佐久間です。えー、メールを紹介していきましょう。東京都ラジオネームシグ。逆に佐久間さんって風呂入った後、金玉と血穴とそれ以外でバスタオル変えてる派ですかあー、なるほど。そういう風に考えたら別に一緒じゃないかと。ベビーパウダーのパフもあれで。残念ながらね、風呂上がりじゃなくて朝やってんだよね。<laughs> その寝汗をかいて、そのあ、寝汗かいて、それはまあちょっと多少拭き取るにせよ。その後、仕事するときにサラサラで痛いっていうから、俺はベビーバードやってから、俺は今考えたらアウトですよ。<laughs> 風呂上がりだったらね、別にどこも綺麗なはずなんだから。ああ。<laughs> えー、ラジオネーム、都裁の人間。 高知県民がスイカを作るタイミングは修学旅行がほとんどなのですが、ー。修学旅行前に自分のスイカのカードを持っている高校生は、ちょっとした優越感に浸ることができ、周りに軽くマウントを取れます。えースイカで取れん。まあでも何でも取れるもんな、別にな。うん、わかるわかる。うん。高校生ぐらいになると本当にちょっとしたことで取れるからな。えー、東京都ラジオネーム、イカカン。 僕が去年の夏に四国旅行した時の話ですが、高松駅にパスモで入り、松山駅で自動改札機がなく、駅員さんにどこから乗ってきたのか証明するために事情を説明しなければ <laughs> ならなくなりました <laughs>。ああ、そういうことか。高松から改札を出ず松山まで行けるのに、パスモが使えなくなるの。どう考えてもバグだと思います。そっかそっかそっか。ああ、これは、だってこのトロップ結構みんな引っかかるでしょ。ねえ。 おこれはでも全部に導入するとすごい金がかかるのと乗客数と見比べるとっていう二の足ってことねああそうなんだな東京都ラジオネーム四玉乱太郎僕が下半期に期待していることはゴルフコンペです有名企業のお偉いさん達とラウンドが決まったので死ぬほどゴマを吸って今の会社から引き抜いてもらえるように頑張ろうと思います <laughs> 俺、ゴルフコンペで逆転したのサラリーマンあんま聞いたことねえんだよな、結局。結局聞いたことないんだけどな。あの、ゴルフコンペで、なんかこう、営業を勝ち取った芸能人とかは、まあ、知ってる。大西ライオンとかそうらしいからね。大西ライオンあんまりにもうますぎて。うん。で、なんか大西ライオンゴルフのコンペにも呼ばれるんで、ゲストで。それぐらいのうまさらしいっての聞いたことあるけど。えー、ラジオネーム水風呂80分。 僕が下半期に期待していることは、1月になくした iPod がどこからか出てきてくれることです。iPod などの最終形をラジオとして使っていたのですが、車で移動した際に紛失してしまいました。車内の隅々まで探したんですが見当たらず、かといって車外に持ち出した記憶もなく、 買ったときより値段もだいぶ高騰していて、今は仕方なくバッテリーが持たない一つ前の方の iPod を使っています、緑色でお気に入りだったのにな、ポロッと出てこないかなあ、あー、なくしたものが出てこないってあるよね、まあ、それはあるある、うん、俺も、えー、とエアポッドなくしたと思っててか、壊れたと思ってて、壊れたと思ってたんだけど、結局、その、もともと外の方の充電が壊れてただけで。 新しいの買っちゃって、今、外のやつを修理したら、使えるようになって、俺今、なんやかんやでちゃんと使える iPod、AirPods、三つあるからね。<laughs> だから本当に、これ以上増えると、DJ 松永になるから。<laughs> <laughs> 俺、外で編集したりするから、結構必要なんだよね。えー、ラジオネーム、はるみざる。下半期ですが、大学時代から付き合い、社会人では数年遠距離していた彼とついに同棲を始める予定です。うわー、同棲。 環境が大きく変わる予感に今から期待と不安が多いです。特に一番心配しているのが深夜ラジオのリア対応どうすればいいのか問題です。あこれはそうだね。パートナーと生活しているラジオリスナーがどのようにしているのかとても気になります。ああ、どうしてんだろう。みんな。へえ、俺はそういう経験がないから同棲したこととかなかったし、その、もうそのすぐ結婚しちゃったから、結婚のちょい前ぐらいに一緒に住んだぐらいだから。 その頃は別の部屋でその頃はもうだから大人になってたから、ある程度大人になってたから部屋が別々だ,だったから良かったけど、でもそれでも同棲した時に、結婚した時に、うわ、こんなにゲームやるの気使うんだと思って、その一瞬、別に <laughs> 奥さんがどうとかあんまりなかったけど、 そのゲームでちょっと結婚する、結婚したこと一瞬。うわぁ、これゲームできないのやだなーって。ロープレイできないのやだなぁって思ったこともあったから。これでラジオリスナーのヘビーリスナーの皆さん最後に教えてあげてください。えー、引き続きメールをお待ちしております。受け付けメールあるいは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。ここで一曲、オフィシャルヒゲダンディズムで、夕暮れ沿い。 佐久間信之のオールナイト日本ゼロそろそろお別れのお時間です今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができますなお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されておりますので過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてくださいそしてハクナでは番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧くださいえー、メール来ておりますえー静岡県ラジオネーム自主規制 僕は大学の近くに彼女の家があり週4から5で泊まるのですがラジオはイヤホンで聞いたりしますたまに寝言を言ったりするのが可愛いなぁと思いながら下ネタを書いている時間は頭が壊れそうになりました <laughs> ああまあなでも俺もなんかたまに社会人とリスナーの人とかと話すことはあったりするとやっぱみんなね子供寝かしつけてから。 なんか俺のリスナーって意外にさ、ちょっとその3時代後半の人とかいると子育て中とかあるじゃん、子供と一緒に寝かしつけして子供と一緒に寝ちゃって3時に起きてリア,リアタイするとかっていう人とかにも前あったからな、この間、えー、広島県ラジオネーム、止め一発。 私は夫と同じベッドで寝ていますが枕の下にイヤホンを忍ばせておいておとなしバイブのみのアラー,でアラームで起きた後にそのイヤホンをして深夜ラジオを聞いてますそのまま寝てしまって朝起きた時になんでイヤホンしてるのって聞かれた時にはいびきがうるさかったからノイズキャンセリングして耳栓代わりにしてた <laughs> と夫にせにいにしてますああこんなやっぱみんなそれぞれパートナーとかと暮らしながら あの頑張ってリアタイしてくれてんだねうわすごいありがたいなっていうか嬉しいなーへえいやなんかちょっと感動しまったこの時間に、まあ、リアタイだけがあのあのラジオの魅力じゃないと思うがリアタイで聞いてくださってるからってやっぱそんなことやってんだなっていうかそもそもマジで3時に起きて聞いてんの全員頭おかしいよな <laughs> <laughs> やってる俺たちもだけどいやーそっか 来週はゲストの極楽トンボの加藤さんと魚かなクションの山口一郎さんですお楽しみにやろうども港に別れを告げるようそろうテレビプロデューサーの佐久間信之でした